摩擦がある床の上を物体に力を加えて一定の速さ v イコール5で動かしたその時物体に働く力は釣り合ってますよね一定の速さっていうことは加速度がゼロだから力が釣り合ってる同摩擦力がずれる向きと逆向きに働いてますよねこの F と R' が釣り合ってるんだってきて同摩擦力 R' っていうのは同摩擦係数 μ'× 押し付け度合い垂直効力 n ね 上下の力のつり合いより垂直抗力 N は、まあ、Mg やね質量 M が20で G が9.8やからそれに摩擦係数かけたやつが同摩擦力になります F は同摩擦力と等しいからこれが答えですねじゃあ次仕事率っていうのは1秒あたりの仕事ですだからやった仕事をかかった時間で割ればいいんですよまず T 秒間の仕事を計算しますね 力が F やから1 9 6かける距離が速さかける時間でいいよね。p P 分の W ですから1 9 6かける5 t これを T で割れば1 9 6かける5やから 98W になりますよね。でこうやって仕事を出して時間で割らんでも実はこの公式の続きがあるんでしたよね。仕事って力かける距離でしょ これを t で割るということはこの部分が速さ v になるよねだから仕事率って力かける速さでいいんですよ。p=fv より今19.6という力で速さ5で動かしましたから9 8トっていう感じで出してあげてもいいですね。これはぜ、ね、ひ覚えておい,てしいで括弧2番では摩擦がした仕事を出しなさいっていう問題ですね。 同じく仕事 W=F コール x を計算するんだけど摩擦力の大きさっていうのは19.6でね10メーター動かしましただから仕事は196かって言ったら違うんですよね頭にマイナスをつけないといけないなんでかというと力の向きと動く向きがこれ逆なんですよねだから仕事はマイナスですとマイナス1 9 6ルと。